まあ、2020年もね、早いもので残りあとわずかとなりました。皆さんにとって2020年はどのような年だったでしょうか？当チャンネルはね、2019年の4月頃からスタートしまして、2年目のシーズンだったんですが、まあ、ほんまね、球場でのロケに出たかったんですけれども、まあ、自粛の中で、まあ、スタンドにもね、入ることさえできない中、まあ、自宅収録が多くなりましたが、まあ、多くの皆さんにね、視聴していただきまして、本当にありがたく思います。まあ、ほんまね、今年はいろんなことがありすぎましたが、激動の2020年、きっと忘れることのできないターニングポイントの年になりました。まあ、というわけでね、今日は2020年野球界を振り返るについて話していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まずは1月24日、福岡ソフトバンクホークスがアルフレド・デスパイネ選手とジュリスベル・グラシアル選手とね、こう2年契約を結びました。いやー、まあほんまね、この2人ね、ほんなら来年もおるのかということですから、まあ今年のね、日本シリーズ見ていてもね、あのジャイアンツ投手陣がこの2人にポカスカ打たれているわけですから、まあしばらくね、こう王者ソフトバンクの地位は揺るがない感じですね。まあ来季は阪神もね、交流戦がありますから、まあソフトバンクと対戦することになりますんで、まあこの両外国人をね、どうやって抑えるのか、まあ、この2人以外にも松田選手や柳田選手がいますから、まあ、歩かすわけにはいかないですし、切れ目のないねソフトバンク打線、まあ、来年は阪神戦以外で爆発してほしいと思います。2月20日ね、オリックスの漆原大成投手が育成から支配下に登録されました。まあ、この漆原投手なんですが、来季ね要注意のピッチャーです。まあ、漆原大成投手、1996年9月10日生まれ、右投げ左打ち、身長は181センチで体重は78キロ。まあ、新潟明君高校からね、新潟医療大を得まして、2019年にオリックスでね、こう、育成で入団するんですが、まあ、150キロのストレートと落差のあるフォークが武器で、まあ、パワー系のピッチャーです。2019年ファームでね、23セーブを記録しまして、ウエスタンリーグ最多セーブのタイトルを獲得。まあ、今季もね、1軍で22試合に登板しまして、防御率 3.42、23イニング3分の2を投げまして、奪三振30と、将来のね、オリックスのクローザー候補です。まあ今はね、中継ぎで力をつけてきてますけれども、この漆原投手、ほんまね、抑え向きのピッチャーですね。まあまずは阪神打線はね、おそらく打てないと思います。ファームではね、7月15日にヨーカー選手が漆原投手からね、こう初回にツーランを打ってますので、まあ長打をね、放てる野手でないと攻略は難しそうですね。そしていつもならね、球音が響き渡り出す3月4月と、野球ファンみんなね、楽しみにしていたんですけれども、まあ高校野球の選抜大会が中止、まあ、プロ野球もね、3月4月の開幕が難しく、戦後初のこうペナントレースがね中止かいなと思われたんですけれども、まあなんとかね NPP だけはこう6月19日に無観客での開幕までこぎつけることができましたが、まあ、大学選手権もね社会人の大会も軒並み中止に追い込まれ、まあ、誰もがね経験したことのない異例中の異例のシーズンになりました。まあ6月20日にはね北海道日本ハムファイターズの西川選手が1000本安打を達成します。まあ、高卒10年目でね達成ということで、ほんまね大リーグ挑戦する西川選手、まあ、その前向きな姿勢はね、きっと西川選手自身がこうまた大きく成長するんだろうなというふうに思いますよね。6月25日には楽天のウィラー選手とジャイアンツのね池田投手との交換トレードが成立しました。まあこの時はねもうほんまびっくりしましたね。もう巨人はまだ選手を取るんかと思いましたね。まあ、しかしウィラー選手獲得でさらに選手層が厚くなってリーグ優勝へとひた走る巨人なんですが、まあ、7月4日にはね原監督が長嶋茂雄さんに並ぶ球団歴代3位のね1034勝を記録します。まあ、その後ね原監督はこう V9 の川上哲治さんを抜きまして、巨人の歴代監督勝利数第1位になります。まあ、リーグ優勝9回というのはね水原監督や、まあ、阪神の監督も務めました藤本貞義さんを抜きまして歴代2位ですから、まあ、原監督実はねちょっとすごいねんなというふうに思いました。7月10日には観客を5000人上限としてね、入場者を受け入れ開始します。7月28日には神宮球場で行われました対ヤクルト戦で、サンズ選手とボーア選手はね、外国人ではこう42年ぶりとなるアベック満塁ホームランというね、まあやはりね、こういうのを見ると、まあボーア選手の対談がもったいないなというような気がしますね。まあボーア選手にはもう1年ね、阪神でプレーしてほしかったですね。そして8月なんですけれども、こういった采配がありました。8
月6日、巨人のね、増田大輝選手が甲子園の阪神との7回戦に8回裏、ワンアウトから登板しまして、3分の2を投げて交代完了というね、まあ、これもね、賛否両論ありましたね。ジャイアンツたるもの、そんな野手をね、マウンドへ上げるなんて、まあ、相手やファンに失礼やとか、まあ、いやいや大量得点差があるんやから、ええやろうと。まあ、2つの意見に分かれましたが、まあ、メジャーではね、こうたまに見る風景ですし、まあ、今年は特に連戦があったので、まあ、原監督のね、采配は実に合理的だったと思いますけれどもね。そして8月7日はね、千葉ロッテマリーンズの増田直也投手が通算100セーブを達成。8月15日はね、ヤクルトスワローズのライアン小川投手が、まあ、ノーヒットノーランを達成します。そして9月3日、広島のクリス・ジョンソン投手がプロ野球タイ記録となる開幕から7連敗と、まあ今年のね、カープが波に乗れなかったのもジョンソン投手がね、もう優勝した時のような打ち崩すのが難しい投手ではなくなってしまったというのも大きかったですね。まあ9月12日、埼玉西武ライオンズの山川穂高選手が155本塁打を達成、498試合目での達成は西武のね、秋山浩二選手の528試合を抜き去って日本人最速と、まあほんまにね、この山川選手のような大砲系がこう阪神には欲しいですよね。まあ山川選手ね、とにかく腕っぷしとかほんますごいですから。まあ今年はね、ライオンズドラフト1位指名に東院横浜大のね、渡部選手といっておかわりくん系列のこうまたぽっちゃり型の選手を獲得しましたから、まあライオンズは大砲を育てるノウハウがあるんでしょうね。まあ次世代のね、長距離砲を今から育てれるなんて、こうなかなかね、各球団4番を育てるのは難しい中で大変羨ましく思います。まあ10月になりますとね、各球団から現役引退の発表が増えてきまして、まあ、ヤクルトスワローズは五十嵐亮太投手に中澤雅人投手、井野優保守、広島カープは石原良幸保守と、まあ、埼玉西武ライオンズは高橋智美投手に、オリックスの山崎克樹保守、まあ、楽天からはね、渡辺直人選手に、阪神は藤川球児投手、そして日本ハムはね、浦野博士投手に、まあ、中日の吉見投手など、まあ、一時代を築いてきました名選手たちがユニフォームを脱ぎました。また阪神はね、こう退団引退自由契約でこれだけの選手が球団を去ることになりました、まあ、ガルシア投手に、そして藤川球児投手、福留孝介選手、能見投手、上本選手、そしてもう一年見たかったですね、ジャスティン・ボーア選手に、まあ、岡崎保守、あと伊藤隼太選手ですね、あとロッテから来ました高野投手に、2014年ドラフト1位の横山投手、福永投手、そしてまあ佐伯投手と島本投手はね、まあ、一応自由契約から育成契約としてこう再契約という形で、まあ、ほんま佐伯投手や島本投手なんかはね、期待していただけに残念で仕方がないですし、まだね、育成契約してもらえるだけでも希望はありますから、もう一度ね、一軍のマウンドで投げる姿を見てみたいですし、まあ、伊藤隼太選手や横山雄也投手なんかはね、ドラフト1位選手ですから、まあ、やはり活躍できないとプロの世界は厳しいなと、まあ、改めて思い知らされますよね。まあ、ジャイアンツはね、岩隈投手が引退しまして、山本康弘内野手はね、金銭トレードで阪神に来ましたけれども、まあ、右の内野手が少し手薄な阪神としては貴重な控え野手として活躍する場面があるかと思います。山本康弘選手、右投げ右打ち、1993年10月10日生まれ、身長は176センチで体重は76キロ、まあ、東京都出身でね、慶応義塾高校から慶応大学を経て、2015年ドラフト4位でジャイアンツへ入団します。まあ、慶応義塾高校では1年の秋からショートを守りまして、3年生の夏にはね、神奈川県大会4回戦で敗退してしまいます。慶応大学進学後は2年生の春からレギュラー、ジャイアンツでは1年目から27試合に出場しまして、まあ、2018年にはね、吉川直樹選手とこうセカンドのレギュラー争いをするんですけれども、結果が残せずに、まあ、出場機会を求めて阪神に来たわけなんですが、奥さんがね、確か毎日放送のアナウンサーの人ですね。そして巨人はね、2019年ドラフト1位の堀田賢慎投手と、まあ、2017年ドラフト1位の桑原投手がね、怪我でね、共に自由契約、育成としての再契約の見込みですが、まあ、ここ近年のジャイアンツはドラフト上位指名の投手にね、まあ、故障者が続出している感じですね。まあ、完治すればね、大活躍する可能性もありますし、まあ、今年山崎伊織投手も獲得しましたから、まあ、1、2年後にね、堀田投手に山崎投手なんかこう出てくれば、ものすごいピッチングスタッフになりますから、まあ、1日も早い復帰を願っております。そして阪神はね、今年開幕カード、東京ドームでそのジャイアンツとの開幕戦になったわけなんですけれども、まあ、今年の阪神はね、この開幕戦が全てでしたね。
まあ、開幕投手は西投手、阪神では1938年の御園隆夫さん以来というね、開幕投手本塁打を菅野投手から放って幕を開けます。そして2対1とね、阪神1点リードの7回裏にリリーフ投手の岩崎投手がね、吉川尚輝選手にこうインサイドのね、難しい球をこう振り抜かれまして、ライトスタンドへ逆転ツーランを打たれて黒星スタート。まあ、結局ね、このつまずきが開幕ダッシュの失敗、対巨人戦の大幅な負け越し、そしてまたしてもね、優勝を逃すという全てに直結したなという印象がありますね。まあ、マルテ選手が怪我で離脱しまして開幕スタメンは入っていなかった大山選手が、まあ、7月5日のね広島戦から4番に入りまして、ジャイアンツの岡本選手に迫る本塁打数を積み重ねると、まあ、そういうふうにはちょっと思っていませんでしたけれども、まあ、来季はねぜひとも開幕から4番に座り、まあ、新キャプテンにもなりましたから、まあ、ここはね一発ドカンとホームラン王タイトルをね狙いに行ってほしいなというふうに思います。そしてシーズン終盤はね、悩めるエース藤浪投手が先発からこう中継ぎに回りまして、最後の方はね主に8回を担当しまして、まあ、本来のピッチングをですね取り戻そうとしていた感じは見受けられました。まあ、阪神はね長年チームを支えました藤川球児投手の引退に能見投手の退団、そして福留選手、上本選手、ボーア選手が退団しましてね、ドラフトでは佐藤輝明選手を獲得しまして、まあ、新たなチームとしてね出発しなければならないのですが、まあ、課題点が非常に多くてですね、もう年末で残り時間も短いものですから、またこれらの話題に関しましてはね、続編は来年の動画でたっぷり話していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まあ簡単ではありましたが、2020野球界を振り返るということで話してきました。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。どうぞ皆様も良いお年をお迎えください。また来年も次の動画でお会いいたしましょう。それではさようなら。